いつもふくなびチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。ふくなび特派員の金垣と申します。今回は福岡県産品の旅ということで第2弾ですね、糸島市にある白糸酒造さんに、来ております。こちらは令和2年度全国新酒鑑評会で金賞を受賞した白糸35であったりとか、田中65という、まあ、全国的にも有名な日本酒をお作りになっている酒蔵さんですね。伝統的な羽根木絞りという手法をですね今なお使ってらっしゃるような、製造法になるんですけども、普段は見学とかも特にされてないということで、この貴重な機会に、詳しいお話たくさん聞けたらと思いますので、では早速行ってまいりましょう。白糸酒造、7代目の田中社長です。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。まずは、全国新酒鑑評会金賞受賞おめでとうございます。 ありがとうございます、はい、白糸35、これ受賞されたお酒だと思うんですけども、はい、あとは田中65というふうにお酒の名前に数字が入っていてなかなか珍しいなと思うんですけど。あ、そうですね。これってどういう意味があったりするんですかね。まあ、簡単に言うとですね、精米歩合って言いまして、はいはい、お酒を作るときにはお米をこう周りを削ります、はい、その削った歩合、削った歩合、はいはいはい、で残ったのが35とか、あ、まあ、65とかなるほどっていう数字です。こちらの酒造を早速ご案内いただけますでしょうか。はい、どうぞどうぞ。よろしくお願いいたします。すごいですね。で今どういう時期に当たるんですかね。仕込みは終わって、ちょうど終わってですね、あとはあの機械のメンテとか、はい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 、まあ、悪いところを修理するとか、あ、まあ、そういう状況ですね。なるほどなるほど、はい、この中にですね約 4,500kg ぐらいのお米白米を入れまして、向こう側にあの蒸気を連結しまして、その蒸気がここから下から出てくるようになってるんですね。はあ、なるほど。で、ここに約1時間10分ぐらいで米を蒸します。 4,500kg ですよね。 4,500kg、 それをまあ、1日に2回、多い時は3回、はいはい、ここで仕込みの時には、蒸すんですね。なるほど。そしたらここで蒸されたお米っていうのは次はどちらに。次はですね、これを移動しまして、はい、まあ、この機械、まあ、ちょっと今シートが被ってますけども、はいはいはい、これが法令機といって、はい、ここの、まあ、スペースに中に入った人が、まあ、いわゆるスコップでここの中に入れます。あ、もう入れます、まあ、熱いんでですね、下駄あそこにちょっと左、一番左にありますけど、はい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 、あれが下駄なんですね。あれ下駄ですか。下駄、あれを履くんですか。あれを履いて、はい、中に入ってスコップでここの中に入れます。もう中に入るんですね。中に入る。この中に入って、そうです、そうです、あの穴を掘るみたいな感じ。そう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 。あ、そうなんですね。こちらがですね、新しい蔵です。まあ、5年ぐらい前に建て替えましたけども。5年前ですか。はい。いや、すごいですね。さっきとは打って変わって、鉄筋コンクリートの。ね、ここはですね、はい、冬場の寒い時期にお酒作りますから、はい、太陽光が入るように、あ、なるほど、働きやすいようにということで、米を洗ったり、道具を洗ったりする場所です。で奥の方では、洗濯機が、大型の洗濯機が回ってますけど、はいはい、回ってますね。いろんな面で、雑菌とかを抑えるためにああいうふうな洗濯機を何台も入れてですね、やってるんですね。確かに大事ですよね、消毒とかに関しては、はい、それにしてもすごいですね。階段がコンクリートで壁もコンクリートでみたいな、本当にデザイナーズマンションみたいな佇まいですけど、はい、気になるのはちゃんと木の、あ、これはですね、元ここが倉庫だった、倉庫というか蔵だったんですけども、はいはいはい、蔵の木に使ってた梁ですね。あ、梁も一つの、まあ、シンボルとして、入れようということで、
当時蔵に使われてたものをそのまま使ってらっしゃるという。実際ここが、いろいろお洗濯とかご準備をされるところで、うん、先ほどお米が持っていかれるタンクっていうのが、うん、米がですね、一部分がこの部屋に入ります。はいはいはい、はい、ここは何かというとですね、あの麹を作る部屋です。あ、まあ、室っていうんですけども、はい、ちょっと開けますね。今あの甘酒用の麹を作ってますから、まあ、温度がですね30度ぐらいの温度になってます、はいはい、先ほど蒸した蒸し前に、麹菌っていうのを振りかけて、そして一昼夜約2日間で麹ができます。あ、2日で。なるほどなるほど、はい、その温度っていうのは30度で保たれてるんですかね。室温が30度、そして、その麹の中に、まあ、温度計をするとぐーっと発酵っていうか、発酵で熱が出てるってことですか。はい、ああ、なるほど。日本酒の場合はですね、はい、微生物を使ってお酒を作ります。はいはいはい、一つはここにある麹菌、そしてもう一つは酵母菌。酵母菌と麹菌は違うんですか。もちろん違います。なるほどなるほど。例えば冬、まあ、空気中に浮遊している酵母っていうのもたくさんあります、はい、どういうことですか。まあ、目に見えない。あ、なるほど、まあ、自然界にはたくさんの酵母っていうのがいるんです。はいはいはい、はい、それらをあのお酒に利用しているっていうのがこういう、ね、そうそうそう、まあ、昔はですね、それはあの自然界の酵母っていうのを使って作られてたんですよ。あ、そうなんですね。まあ、今はもう純粋に培養された酵母っていうのを、まあ、市販で買うことできますから、まあ、それは普通の方は買えませんけど。はい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 。で、今からですね、仕込み蔵をご案内します。あ、こちらですか。おお、すごいですね。あ、冷房が効いてるんですね。あ、そうですそうです。すごい、めちゃめちゃ綺麗です。こんなに現代的なんですよね、というか。もっと木の蔵があって、あ、そうですね、タンクがあってみたいなイメージが、はい、なんというか、まあ、ここもですね、苦心したところは、はい、いかにその全体を冷気を対流しないように、はい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 、家庭用のクーラーっていうのはこう冷気が対流するじゃないですか。あったかいとこがあったり冷たいとこがあったり対流します、はいはいはい、でここはですね、あの袋、はい、から冷気が落ちてきてるんです。ああ、この2本2本ある袋ですか。まあ、両方 下に落ちてきてるんですね。はいはいはい、はい、でどこに行っても同じ温度、あ、部屋全体を一定の温度に保ってるってことですね。そうです、それがまあここの特徴なんですけども、はいはい、ですから今温暖化が進んでます。はいはいはい、そういうのを、まあ、予見じゃないけども、まあ、なるだろうっていうことで、なるべく早くお酒が作れるようにこういう設備を作りました。なるほどですね。階段もかっこいいですね。僕的にはすごい刺さるデザインなんですけど。あー、すごいですね。ガラス張りで、でこちらがはい、まあ、先ほど言いました分析室ですね。はい、こんにちは、お邪魔します。分析室、確かにものすごい、なんていうか、理系の研究室のような、まあ、何が置いてあるかっていうと、アルコールとか、アミノ酸、酸、そういう 日ごとに変わっていく成分を、ここで分析します。はいはいはい、この機械なんかはですね、まあ、水蒸気分析器って言うんですけども、アルコール系、アルコールをですね、日ごとこうタンクがたくさん下に並んでましたですね。ありましたね、はい、あれがもう毎日こうアルコールが変化していきます。度数とか成分とか。そうです、なるほど。それを、まあ、ここで分析するんですけども、はいはい、まあ、20検体、まあ、20検体を同時に自動で分析します。え、それを、まあ、資料をですね、まあ、集めて、はいはい、ここに置いとけばアルコールとかを分析するわけですね。それも100分の1。なるほどなるほど、アルコール度数の100分の1まで。そうです、すごい、その古い蔵を残しつつこういった新しい設備も取り入れてっていう、なんというか古いものと新しいものの
ハイブリッドな蔵っていうのですごいかっこいいなと思うんですけど、まだですね古い蔵は見せてないんで。あ、本当ですか？まだあります。まだあります。あ、ちょっとじゃあそちらも見せていただいてよろしいですか？はい、どうぞどうぞ。はい、こちらになるんですかね。あ、そうですね。あ、もう今はですね、はいはいはい、申し込みが終わって片付けてる、掃除とかしてる段階なんで実際は動いてません。なるほど、はい、こちらが古蔵、あ、旧蔵ぐらいですかね。はい、まあ、築100年、今年が100年ですね。あ、そんなにですか、はい、すごいですね。確かに、まあ、どういうふうな流れになるかっていうとですね、はい、先ほど作ったタンク、はい、出来上がったお酒をここまで持ってきます、はいはい、で先ほどホースがありましたですね、はい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 、あれでずっとここまで持ってきて、はい、ちょっと今お分かりにならないかもしれませんけども、これが羽根木っていう道具です。なるほど。でちょっともうバラバラになってるんで、はいはい、ここに模型があるんでご説明します。はいはいはい、こちらが羽根木、はい、今この木がですね、そちらにある約8メーターのカシの木。8メートルのカシの木ですか、はい、これって1本丸ごとっていうか、もう、そうです、そうです。これは私の父がもう亡くなってるんですけども、はいはいはい、いつ作ったか、できたかわからないぐらい、はい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 、ですから、まあ、相当古いから使ってます。そうなんですね。で、ここにあるのがあの船って言いまして、これが船なんですけど、はい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 、これがですね、根元、もう向こうの根元に来ます。はい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 。で、動きとしてはここの中に、ここの箱の中にですね、はいはい、先ほどのあの発酵した、タンクの中で発酵したもろみっていうんですけども、酒袋に、このくらいの酒袋、袋にですね、約400枚から450枚ぐらいを使ってこの中に入れるんですね。あ、もろみを袋に入れて、それを下からずっと並び、20何段かこう並んできます、はいはいはい、で蓋をしてこういう木を添え木、まあ、添え木っていうか、まあ、置いて、はい、あそこにたくさんありますけども、ああ、あちらが添え木で、でテコの原理でこうお酒を絞ります。はあ、なるほどですね。でその重しがそこにゴロゴロしてる石ですね。めちゃくちゃ大きいですね。あれを、あ、じゃあこの縄にかけて、そう、縄にかけて、この模型のように、でテコの原理でお酒をこう絞る。あ、でもこっちでこうグッとするような、こう力が加わると上がりますよね。確かにそうですよね、うん、でこれを見るとですね、はいはい、これを見るとここで押さえてるんですよ。はい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 、あちらの、まあ、支点、支点になるんですね、うんうん、はい、支点を押さえて、まあ、ここに、力点、はいはいはい、でここで作用点、まあ、ここに力が加わって、なるほど、お酒がここから、まあ、ここからなんですけども、まあ、出てきてタンクに貯蔵されると。すごいいう仕組みです。なるほどですね。ちょっと押さえてもいいですか、はい、うん、あ、確かにここに力が、そうですね、ここで止めれば入るんですね。でだん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 下がってくるとですね、はいはい、こういう枠を抜けて今度は支点が低くなります。ああ、なるほど、それでもう船全部を絞っていくっていう感じですね。なるほど。こちらの縄で石を、うん、石を、まあ、これはですね、はいはい、うちの、まあ、蔵男の人とか、当時さん、まあ、前の当時さんとかも漁師をされてあってですね、はいはいはい、漁師の方がこういう漁夫、いわゆる使う道具で、使いますね、確かに、でそれをうまくこう絞ってですね、普通の素人がするとスポッとこう落ちると思いますけども、ね、ちょっと想像しただけでもゾッとしますけど、はい、それをうまく使ってここで人力で引っ張り上げます。人力で石を上げて、上げて、で最終的には全部ついた石の重みで絞り出していくと。これ僕でも持てそうなのとかあったりしますかね。あ、この辺は持てるかもしれませんね。しかしこの辺はちょっと無理かもしれない。ちょっと持ってみてもいいですか。ちょっと失礼しますね。いや、これは怪我します。危ないですから。めちゃくちゃ重たいですね。こっちとかだったら、うん、こっちぐらいはね。ああ、でも結構重いですね、うん。これをくくりつけて徐々に重くして絞っていく。そうですそうです。かなり骨が折れると思うんですけど。しかし、あのこの絞りっていうのは羽根木絞りというんですけども、はいはいはい、もう全国でもう何軒しか残ってないですね。あ、そうなんですか。うん、で、これの特徴はですね、機械絞りに比べて、はいはい、圧力が非常に弱いんです。はあ、はあ、なるほど。
機械で絞るともう圧力で油圧でぐーっと絞りますけどもですね、その弱いメリットといいますか、うん、お酒作りにおいてその圧力、絞る圧力が弱い利点ってどういうものか、うん、あのですね、ここの、うん、絞るときにこの袋の中に残ったのが酒のカスです、はいはいはい、よく言うあの、奈良漬けとかですね使う酒のカスが残るんですけども、その酒のカスの、まあ、いわゆる雑味成分とか入らない、あ、絞ると力強く絞るとどうしてもこう嫌なこう香りとかするじゃないですか、匂いとか味とか、あと逆に、まあ、こういう作業をするで、まあ、欠点でもある、まあ、いわゆるその危険だとかですね、あ、で量が絞れないとか、あ、増産ができないとか、ね、増産もできないし、手間暇かかると、はい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 、いうのがこれの、まあ、欠点でもあるんですけども、まあ、お酒に優しい味がこの羽根木で出てくるっていうのを、まあ、私たちは守ってるわけですね。なるほどですね。じゃあそういった形で、お酒っていうのはこちらの白井戸酒造さんでは作られていくと、もう全てのお酒はこの羽根木で絞ってます。全部これですか？全部です。最後はもう全部これで、そうです、どのお酒にしても、はい、なるほどですね、はい、度数や品種の違いはあれどもう全て、そうです、全て、なるほど、はい、ありがとうございます。これがですね、ちょっとラベルが見にくいですけども、白糸って書いてあるんですけども、かっこいいデザインですね。で、まあ、後ろに35っていうふうに白糸35って書いてあります。これはあの、はいはい、今回、新酒鑑評会、全国の新酒鑑評会で、金賞になったお酒ですね。初出品で金賞受賞ですね。そうです、はい、はいはいはい。でこの酒からちょっと試飲をしていただきたいと思います。ありがとうございます。いただきます。でも香りがすごいなんかさっぱりというか、うん、いや個人的にはすごい飲みやすいというか美味しいお酒っていう、そうですかね、はい、華やいだような香りがします、まあ、皆さんその不思議がられるのが、あの米、はいはい、黒白い米からなんでこんな、そうですね、こんな香り豊かなね、はい、お酒ができるんだからっていうのはですね、やっぱり我々作ってても不思議ですよね。あ、もう作られてる社長自らであっても、いただきます。先ほどよりもちょっとガツンとくるような気はしますね。はい、あまりにもこれがね、スムーズな、そうですね、流れがあったからかもしれませんけども、旨味的なものをなんとなく感じる気はします、うん、先ほどのものを比べると、ね、うん、米の旨味っていう部分かもしれませんね、はい、いやどちらも美味しいです、すごく。あ、そうですか。じゃあ次に565っていうお酒ですね、はいはい、まあ、これの由来っていうのはですね、はい、まあ、私の名前は田中って言います、はい、それと同時にこの地域がですね、酒米、いわゆる酒造公的米といいまして、酒米では最高のお米山田錦がこの地域一帯に取れます。酒米の名品、はい、山田錦ですね、はいはい、で糸島では約150軒の農家の方が1万7000俵ぐらいを作ってあります。あ、そうなんですね。で約60年ぐらい前からですね、はいはい、作り始められて。あ、そうなんですか。それもその種もみもですね、はい、勝手にその、まあ、手に入れられないんです。その部会に入ってないと、というのは門外不出っていうかですね、というのは品質にこだわるためにその部会のきちんとした規則を守って作ってくださいと。なるほど。いうふうな、あの品質管理の上で大切なことだと思います。それをもう60年ぐらい前からですね作ってありまして、でその田んぼの山田錦の田んぼの中にある。なるほど、なるほど、まさしくこの立地ですね。はいはい。で 65% 精白で作ったお酒。おー、本当にシンプルな。頂戴します。先ほどの白糸35とかに比べると香りは落ち着いてるのかなという気はしますね。じゃあいただきます。すいません。僕これが一番飲みやすいかもしれないですか。はい、ちょっと温度が違うかもしれませんけど。あ、それもあるんですかね、はい、ただなんか
下に残るというか、うん、飲んだ後にですね、うん、そんな感じはしますね。あ、そうですか、はい、よくなんで65にしたのかとかですね。あ、それはちょっと僕気になります。まあ、これはまあ、うちの息子が選んだ数字でもあって、はい、まあ、師匠の勝木先生っていう方が、教えられた、ネーミングでもあるんです、はい、前のとこは、はい、日本中探しても山田錦で生産されてる酒米作りの中で1軒しかないんだよって、いわゆる全国山田錦が作られてるけども、その真ん中にその酒屋があるのはお前のとこだけだぞっていうことで、田中っていうにしろと、息子が書いたちなんです。めちゃめちゃ達筆ですね。まず最初に覚えたのがすごい読みやすい。私からすると下手くそなんです。本当ですか。こう当てっていうか、はい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 、つまみのため、つまみをこうなんていうんですかね、食中酒っていうんですけども、はい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 、もうこれだったら何でもこういける、脂っこいものでもさっぱりしたものでも飲めるんですよこれ。ああ、なるほど、確かにつまみが美味しくなるような味ではございました。確かに、まあ、もちろん大吟醸もいいんですけども、はいはい、大吟醸華やかな香りがするとどうしてもそのこっちに目が奪われるけども、そうですね、酒を作る提供する側としては料理屋さんの料理を引き立てながら、引き立ててもらいながら、これは脇役でもいいわけですよ。あ、なるほど、おすすめの当てとかあったら普通の話の流れよくやっぱり刺身とかですね。あ、はい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 、刺身とか、はい、やっぱり糸島っていうのはマダイの生産、まあ、いわゆる、はいはい、取れる量が日本一なんです。いや、僕知らなかったです。そうなんですか。そうなんです、日本一ですか。日本一です。刺身にしたりですね、それとか今旬の野菜、はいはい、糸島は非常に野菜が豊富で、野菜がこうみずみずしいっていうか甘みがあるとかですね、そういうその旬の野菜を使った料理を、あ、なるほど、いいんじゃないですかね。なるほど、これはですね、甘酒なんですけども、これは麹、酒用に使うお酒を、精米しまして、まあ、お酒と同じくらいの精米具合で作った、麹とお水だけで作ったまあ、甘酒です。あ、もう余分なものは何も入ってない。そうです、そうです。で、うちのお水っていうのは地下250メートルの地下から汲んで上げてるんです、はいはいはい、そうなんですね。あ、めちゃくちゃすっきりしてますね。そうですね、なんか甘酒ってもっと、まあ、こってりじゃないですけど、うん、ガツンとくるようなイメージなんですが、かなりぐいぐい飲めるでしょ、ね、はい、普通甘酒が嫌いな方もですね、ちょっと一度飲んでみて、あ、これだったら飲めるという方が結構そのぐらい、はい、本当にちっちゃな蔵なんですよ、はいはい、で、まあ、ちっちゃな蔵ですけども、そのなんかこうバッとこう光るようなね、酒を作っていければというふうに思ってますし、はいはい、そしてまた、まあ、歴史っていう部分で言うと、まあ、今は165周年だったかな、私でまあ7代目になるんですけども、まあ、それを続けていくっていう継続は力っていうのも、まあ、言葉の中にありますけども、そういうその続けられるような、うん、新しいものを取り入れながら、歴史を守りながら新しいものに挑戦していくっていうのが、まあ、コンセプトとしてありますね。温故送新、あ、そうですね、はい、そういうのも、まあ、これはですね、まあ、ロマンだと思うんですよ。なるほど、はい、今は蔵の開放っていうのはして、まあ、蔵開けしかしてないんですけども、白糸の酒っていうのはこういうその、まあ、頭の中で想像されて飲んでいただきたい、こういう人間がこういうその場面場面のところで作られてるんだよっていうことをですね、飲み手同士で語り合いながらね、うん、なるほど、そのこの酒の中に、一滴の酒の中に、ロマンをこう入れながら、作って、そしてそれを提供したいと。
あんまりその日本酒っていうのをこう飲み比べみたいなのをしたことはないんですけど、うんうん、結構違うんだなと思ってすごく楽しかったですね。特に精米歩合でこうも味が変わったりとか、はいはい、その前段階で甘酒があったりとか、うん、お酒の製造過程であったりとか、うん、それぞれの違いっていうのを楽しむことができてすごい貴重な体験になりました。あ、はい、それは良かったです。いやもうありがとうございました、はい、本日はお忙しい中誠にありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、白糸酒造さん、古い伝統と新しい技術がですねブレンドされてものすごい面白い、酒造さんかなと思います。今後こういった歴史を踏まえて白糸酒造さんのお酒を飲むとすごい楽しいんじゃないかなと、あとご馳走させていただいたお酒ものすごく美味しかったので、まあ、こういった伝統というのを踏まえた上で皆さんも楽しんでみてください。では最後までご覧いただきましてありがとうございました、チャンネル登録もお願いいたします。それではさようなら。